よし、やっていくぞ。コンティニューで。よし。前回はね、ナップくんのお家に行ってカタツムリレースして、で、そこからだね。ここ真上に行ったらナップくん家だったんだよね、前回は。こっち側行ってないってことよ。え、こんにちは。なんだよ。ああ、怒ってる怒ってる。あれじゃん。これも仕事なんだよ。何？そこでぼーっとしてんのが？これ、かわいいお家ですね。魚のお家かな？こんにちは。あ、いない。魚のお家か。なるほど。じゃあ、ちょっと名残惜しいけど、もうナプくんとはいろいろ話したから、こっちの、テミー村、東ホットランド。あ、東。これから向かうのは東。じゃ、ホットランドってところに向かえばいいのかな？テミー村ってどこにあるの？わかんないな。テミー村行ってみたいんだけど、テミー村って何？ジェーンボックスをなんか、犬の落とし物いらない。ちょっと待って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 。前回から持ってんだよ。犬の落とし物、これマジいらない。ぽい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 。さよなら。捨てた。バイバイ。あ、なくなった。よかった。どうしよう。パンチカードは預けとこうかな。うん、使わないし。終了。ここ何？入れた。おお、そこの若いのガラクタばかりじゃが、買っていかんかね。あ、かかか、あ、これもしかして服、あ、バンダナ外せる。あ、お金ある。よしよしよし、これ買います。やった。な、なに、びちゃびちゃって何？びちゃびちゃって何？汚いんだけど。普通のリンゴ。話しましょう。あ、あなたは誰？紋章について、王様について、あんたについて、あなたは誰？わしはもうずいぶん長生きしてきた。ちと長生きしすぎたかもしれん。そんなこと言わないで、まだまだ生きれるよ。ま、歴史の研究には都合がいいがの。何しろほとんどこの目で見てきたんじゃからな。わっはっは、すごいじゃん。ん？紋章。お前さん、あれがなんだか知らんのかい？紋章って何？まったく、近頃じゃそんなことも学校で習わんのかね。はっは。え、あれはデルタルーンと言うてな、この王国の紋章じゃよ。我々モンスターの王国のな。わっはっは、シャレと名前じゃろ。わしがいつも言うとるように、我らがフワリン王のネーミングセンスは全くいけとらんからな。フワリン王、なんか、なんだっけ、ドリーマーさん。そうそうそう。ドリーマーさんが王様だよね。でもこの人はフワリン王って呼んでる。ちょっと、なんだ、いくらでも名前あるの。で、一番最初は、なんだっけ、ドリーマーさんじゃなくて、また別の名前があったんだよな。なんだっけな。忘れちゃった。なんか新しく、しまって。王様について。あ、うんうん。そう、フワリン王がね、お気楽で気のいい男じゃよ。そう、みんなに好かれてるって言ってたね。この国をあちこち旅しておれば、そのうち出くわすじゃろう。王はあちこち訪問して民と話すのが好きなんじゃ。あ、なんでわしがドリーマーの、あ、おおおおおおお、今話してくれたね。ドリーマーのやつをフワリンと呼ぶかじゃと。これがまた傑作でな。ん、はて、なんでじゃったかな。しばらく経ってからまた来てくれ。それまでには思い出すじゃろ。ほんとか。案内について。うん。アンライン。確かにあの子はここらじゃちょっとしたヒーローじゃな。はいはいはい。不屈の精神と決意一つでロイヤルガードのトップに上り詰めた。うん。そういえば、ついさっきここへ来て、お前さんによく似たやつを探して、怖い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 。殺される。これぐらいも気をつけることじゃない。ついでにアイテムでも買うといい。命綱になるかもしれんぞ。は、ありがとう。いいおじさまですわね。紋章の意味。うん。
紋章は歴史の記録から始まる前から、記録が始まる前からあったものでな、もともとどんな意味が込められていたかはよくわからん。唯一わかっとるのは、3つの三角形は地下に住む我々モンスターを表し、その上の羽の生えた円。そんな紋章どこにあった？あ、後ろにあるやつか！あれか！はい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 。あの、後ろ、この、亀のおじさんの後ろにあるの。羽の生えた円は、それ以外の何かを表すということだけじゃ。羽付きの絵は予言に語られる天使じゃという説は有力じゃがん。天使。これニューってまだ聞けるってこと？ああ、あの予言のことか。地上未知天使が前より我らを解き放たんという伝説じゃよ。じゃが最近は物騒な解釈をする連中も多くてな。解釈集が湧いてるという。あの翼のついた円は死の天使なのじゃと。破壊をもたらすものが我らをこの世から解き放つという意味だというんじゃ。怖えな。わしがあの丸い印を見て思うのは、なかなか洒落たデザインじゃということだけじゃがの。お気楽ですな。ああ、終わった。ああ、いいよ、ありがとう。ありがとう、めっちゃいい人だった。ちょ、待って待って待って、着替え。メガネ。よし。やったー！あ、待って、これで。やった、バンダラ脱げたー。よかったー。もうこのバンダラちょっと、買って。このバンダラ買って。ごめん。ガラクタを処分してるのに、まず、なんでまた増やさんといかんのじゃん。まあ、テミー村なら物を買ってくれるという話じゃがの。どこにあるかって、あ、そう、知りたい、テミー村。どこじゃったかの？買ってくれなかった。そっか、ごめんね。じゃあ、一元ボックスに入れますよ。すいませんでした。忙しい晩なら、さよなら。あー、よかったー。これ、下と、右は、下行っていいかな？水の音が。なんか水の音聞くと癒されるよね。あとトイレ行きたくなるよね。出た。完膚なきまでに打ちのめされた我々は、根絶やしにされることを恐れ、人間たちに降伏した。ああ。そして、強大な力を持つ7人の人間の魔術師が、その魔力で我々を地底の世界に封印した。はあ、封印の中に入ることはたやすい。しかし、外へ出ることができるのは、強き魂を持つ者のみ。この封印を破る方法はただ一つ。7人の人間の魂に匹敵する強大な力で撃てば、バリアは崩壊する。うわびっくりした。これ、いけないのか。お花。しかし、この呪われた地には入り口も出口も存在しない。従って人間が現れることもない。来ちゃいました。我々モンスターは永遠に地底に閉じ込められる運命なのだ。隠しボス、テミーが現れた。これテミーっていうの？これは手強い。隠しボス？倒した方がいいの？ちょっと待って、まず分析しましょう。待って。テミーフレークス話す？まずは分析ね。ずってんちゅう、ずってん。キャワは人間、ナデリーの大好き。でも人間、テミーアレルギー。あ、そうなん？あざあざ。あ、テミーフレークスの匂いがする。あ、テミーフレークス、食べる？話す？話してみよっか。こんにちは。はい、あっち、テミーだよ。あー、待って、話せばあかん、あー、無理。激しくブルってる。マナーモード。あ、逃がせるけど、ちょっと待って。食べませんかこれ。
どうぞ。ティミーが食べたいのはティミーフレークスのみ。いやーペコハラパターン。あ、なに腕伸びてんの。今もかお前めっちゃ、あああああ、え、ティミーがこちらで掛け合って勢いよくガバッチョしてきた。ガバッチョ、ガバッチョかわいい。ポーズを取る、やってみたい。筋肉をモリモリ動かしてみせた。いやん、筋肉かわくにゃい、かわいくない、嫌われちゃった。あ、うん、あいつじゃん。僕はそう思わないな。いやー、かわいい。あ、二人っきりだね。あ、お前お前お前、もう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 、それそれいいよ、それいいよ、それいいよ。あー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 、アーロマこちら。あ、デミ死んだ。デミ死んじゃった。追い払うって何、追い払えんの。追い払ってみるか。あっち行けと伝えた。きっと気が変わるよ。うん。いいなぁ。ポジティブ筋肉だなぁ。わかったわかったわかった。筋肉見せる。はい。はい。筋肉ー。あ、さよならさよなら。やったー。なんだこれ。ああ。あれ？こっちか。ピッ。あ！電気つけると。道が見えるんですね。じゃあこれもピッ、ふんふんふん、ピッ。お、上も見えた。おっと、あ、ちびかびくんはさよなら。あれ、あ、だって普通、あれ、どうしたどうしたどうした、お前なんか普通のちびかびと違うな。じゃあ真似をする。すると突然ぼよーん、あら、おお、びっくりした。ちびカビじゃない。デカカビはよそよそしく回転している。デカカビ、横になるってなんだろう。横になる。デカカビも横になった。デカカビは人生を理解した。ん、ぼよーん、なんだ、あいて、少し距離を置きたがっている。え、本当に？じゃあ抱きしめちゃおう。逃がさないよ。スライムがネバネバになった。動きが遅くなった。ぴっしりきっちり。おーおーおー、痛い、やばい、死ぬ。あ、ちょっと端の方で、ちょっと待って待って待って、バビコ食べます。バビコ美味しい。スライムっぽい音、スライム ASMR だ。おー、いひひひ。あ、回転している。放っておいてみようか。プンプンプン、ふい。抱きつかなかった。デカカビはパーソナルスペースを尊重されて喜んでいる。あ、そういうね、一人の時間が欲しいタイプの人だ。あ、いって。こちらのことを特に気にしてないんだ。じゃあね、バイバイ。やばい、ちょっと待って、死にかけてるよ。とりあえずバビ、あ、待って、待って、まだいいや。次の戦闘始まっちゃったら、あれ？おや？行き止まった。今な、あ？こっち行けるし。おー！なんだこの音。すごい不思議空間に来ちゃった。ここはもしかしてテミー村か？こんにちは、テミー村、ようこそ。テミー村来た。やったー。あ、そりゃ何かを勝ちる決意、みなぎった。みなぎった。テミー村だー。ほい、テミーだ。隣は友達のテミーだ。みんなテミーだ。ほい、テミーだ。隣は友達のテミーだ。みんなテミーだねー。友達もよろよろ。どうも、僕はボブです。え、テミーじゃないのお前。お前だけテミーじゃないのか。テミーの深い歴史。かわいい。なにこれ。
こんにちは、テミー店、来てね。テミー店行くんだ。テミー店、来てね。はい。あばば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 。人間、めっちゃキャワワー。マジ？テミー、卵見てる。卵、ヒナ出てくるの。テミー、立派なお母さん。テミーママ。あれ？片ゆでだ。あ、もう生まれないよ。悲しい。なにこれ。テミー、テミー、君はお母さんにはなれない。え、待って、壁の後ろからなんか覗いてる、怖い。ぶー、テミー、あ、人間、テミーアレルギーなのね。でも大丈夫、もう満体。テミーも、テミーアレルギーだ。アレルギー出てる。気持ち悪い。マッシュルームダンス、マッシュルームダンス、一体どんな意味？え？それは、お前が罪深き人生を歩んできた証。怖い！怖い！誰かに見られてるけど、めっちゃ見てるよ。気がするじゃないよ、見られてるよ。テミーの像、めっちゃ有名、やばお。すごい、すごい、なんかお腹いっぱい。ああ、でもね、ここテミー店、よく来たな。顔が、あ、テミーフレークス、あ、はい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 。テミーのご飯、テミーフレークスセール、ん、あ、めっちゃ安いじゃん、買おうかな。待って、テミーフレークス高い。なんでこれだけ高いの。テミー学費、え、大学、テミー大学行きたい。あ、テミーを大学に行かせるためのテミーの学費をここで援助できるっていう、なんで。どうして、テミー、でもごめん、ちょっとお金足んなくて、学費をちょっと助けてあげられない。テミーフレックス買う。あ、イエスノーイエス、トンクス。テミーのご飯、テミーのご飯って人間も食べられるのかな。ま、もう、ちょっと、ありがとう。だいぶお腹いっぱいになった。あ、話そう。挨拶する。どうもね。テミーだ。あ、あなたは？ほい。テミーだ。そ、まあ、そうでしょうね。テミーの歴史。テミーたちの歴史、奥が深い。え？ゆるいなぁ。このショップ。そうです。テミー店。いい店。ああ。どうもね、テミーだ。あ、ありがとう、あの戻りたい、はいはい、ありがとう、バイなら、あ、ありがとうね。ジンマシン。かわいい、かわいいけど気持ち悪い。ジンマシン出ちゃった。不思議な何かを感じる決意みなぎった。もうお腹いっぱい、ありがとうテミー、さよなら、バイなら。あ、すごいとこだったテミー村。カロリーが高かった。あ、こっちに行けるようになってるのかな。あ、ああ、おっしゃとあろう。あ、やばい、見えなくなっちゃった。やばい、どっかに明かりは、明かりが欲しい。どこさ、あ、やばい、マジで見えない。あ、来た、あー、見えた。あれ、こっちじゃないの。マジか、ちょっともう一回、もう一回、ああ。よしよしよし、あー、やばい、消えちゃう。
あ、でも大丈夫。ここに明かりがある。よし。これでいける。あー、よかった。じゃぶーん。あ、真っ暗になっちゃった。どうしよう。あれ？やばい。あ、こんにちは。後ろだ。え？ちょっともう！違います。違うんです。バンダナしてないでしょ？七つ。七つの人間の魂。それさえ手に入れば、我らが王は。アズゴは、そう、アズゴは、それよ。ドリーマー王、両方名前なんだね。神となる。それさえ手に入れば、アズゴア王は、ついにバリアを破ることができる。人間どもの手から地上の世界を奪還し、我らが味わった苦しみをお前たちにそっくりそのまま返してやるのだ。よいか、人間。人間恨んでんのか。これは貴様にとって最初で最後の償いのチャンス。己の魂を差し出せ、さもなくば。私がこの手で貴様の体から引きずり出してやる。やめて、怖い怖い怖い、ごめんなさい。助けて。アビルス助けて。あ、お前か。あんたに俺も一緒に戦うぜ。え、マジ？ちょ、すっげえ。え、アンダインに会えたじゃん。やったら、お前のんきだな。しかも戦うところこんな近くで見られるぜ。え、違う、アイゾロと戦ってんじゃん、この人。あれ、アンダイン誰と戦うの？わ、あ、わ、ちょっと、このこと父ちゃんと母ちゃんには言いつけないよね。ナイスだ。よくやってくれた。ちょっと待って。やっぱそうだよね。このこと父ちゃんで母ちゃんに言いつけない。そうなるよね。薄そうかなって思ったんで。ここから上に行ける。よし。なにこれ？ホタル？的な？お、通りすがりの会話。私の願い事を教えてあげてもいいけど、笑わないって約束する？うん。笑うわけないでしょ？ついに聞ける？私たちが閉じ込められているこの山の頂上に、いつか登ってみたい。空の下に立って、どこまでも続く世界をこの目で見てみたい。それが願いよ。いいことじゃん。笑い声が聞こえる？ちょっと笑わないって約束したじゃない。ごめんごめん。だって、私の願い事と同じだったから、つい。え、めっちゃいい話じゃん。だが、地底の世界にはこんな予言も伝わる。地上、見し者、すなわち天使は舞い戻る。天使が戻るとき、地底の世界は無人となるだろう。綺麗だな、ここ。何これ？カイジ？あ、違う。橋の下か。あ、おい、待てよ。あ、来た？大丈夫だった？お？なんか、すごい嫌な予感する。大丈夫？俺、こんなとこにいんのかバレたら怒られちゃうんだけど、ちょっとお前に聞きたいことあって。ん？やべえ、こんなこと誰かに聞くの初めてだ。お前ってさ、人間なんだろ？うん。やっぱな、絶対そうだと思った。え、気づいてなかったの逆に。絶対そうだと思ってなかったってことじゃん。てかまあ、絶対は言い過ぎか。実はさ、アンダインに言われたんだ。あの人間とは関わるなって。ってことはつまり、俺たち敵同士ってことになるっぽい。でもさ、なんか俺、苦手なんだよね、そういうの。アイゾノも苦手。だからさ、お前ちょっと意地悪なこと言ってくんない？嫌いになれるようにさ。そんなこと言えないよ、やだ。なんだよ、じゃあ俺から言えって。はぁ、しょうがねえな。お前なんか大っ嫌い。何やってんだろう、俺。帰るわ。あ、え、大丈夫？ちょっと、え？待って待って待って、やだやだやだ。
てんの、ちょっとやだ。え、大丈夫？おい、え、俺の友達、もうなん、俺の友達には指一本触れさせねえぞ。俺が相手だ。アンダインが帰った。行っちゃったよ。お前のおかげで助かったよ。え、いや、敵同士ってのも面白いかなって思ったけどさ、やっぱ俺たち友達やめられない。おぉ。やべ、マジでもう帰んないと。うん。あ、そうだね。帰るところがある子は帰った方がいいよ。お父さんとお母さん心配してるよ。うん。じゃあね。うん、またね。転ばなかった。はぁ、ちょっと待って。泣けちゃった。アンダイン、まだやっぱり殺しに来るかな？今だって、彼を目の前で助けたことと、アイゾノが人間であることはまた別の話だからな。うん。また同じこと言うじゃん。七つ。うん。七つの人間の魂。そうだね。また同じこと言うじゃん。そういう話じゃんだって。六つ？我らがこれまでに集めた魂は六つ。あ、もうすでに六つあるんだ。じゃあ、藍園で最後ってこと？うん。貴様で七つ目。貴様の魂が手に入れば全てが変わる。だが、その前に、ここまでたどり着いた者には必ず、我々モンスターの悲劇について語り聞かせるのがしきたりだ。その発端は遠い昔。まあ、読んだけど、と思ったが、うわっ！おお！おおおお！あっ！あ、甲冑脱いだ！甲冑ってか、頭、おお！顔見えた！はいはいはい。貴様がいる限り我々には夢も希望もない。ある日に借りた歴史書に描かれる人間は優しかった。だが貴様は、冷酷な悪党以外の何者でもない。どうしてそういうこと言うの？この世界をうろつき、目に入った者は見境なく殺す。そんなことしてないよ。正当防衛だと笑わせるな。貴様は決して、やむにやまれず殺したわけではない。たやすく殺せるから、それだけの理由で、戯れに罪なき者たちを殺したのだ。それを知った時の私の心の痛み、貴様にわかるか？家族が永遠に帰らない。そう、貴様、ん？悟ったもの、そう悟った者の気持ちが貴様にわかるか？だが、貴様の悪事もここまでだ。これ以上は誰も殺させない。正義の勇者が全て阻止してある。かっこいいね。貴様の手にかかり苦しみ死んでいった者たち、貴様に打ち砕かれ塵となった夢と希望、この槍で私が仇を討ってやる。はあ、その決意の強さ。はあ、さあ前進み出ろ。貴様は終わりだ。ちょっとさあ、いや話せばわかん。あ、セーブできる。失礼します。ぐらい風が泣いている。ん、この風少し泣いている。あ、間違えちゃった。アンダインの闘技場。大丈夫かな。よかろう。よかろうなのだ。お、え、なんか緑にされた。なになに、ちょっと、見ます。おぉ、決して諦めないヒーロー。緑の間は逃げられない？危険を正面で受け止める根性がなければ。お前に勝ち目はない。え、じゃあこれ受け止めていいの？おお、すごくない？今の何何何？訴えかける。訴えかけます。戦いたくない。そう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 、それだよ。それ、これを食らってみろ。え、あ、そういうことだ。理解した。含み笑い浮かべていい。何度でも訴えかけましょう。なんで何も起こらないの？
いいんじゃない？寿司の匂いがする。え？お寿司なの？アンダインお寿司食べたの？これ何度でも訴えかけたら変わるのかな。ようやく太陽の光浴びることに、あと少し、まあ、地上に出たい気持ちはわかるんですけども、巨大な岩にスープレックスを決めた。特に意味はないよ。意味ないんだ。いろいろ試してみたいけど戦いたくはないから、ちょっと挑発してみよう。飛んだ攻撃楽勝だと煽ってみた。弾が速くなる。あーごめんなさい、違う。まずいまずいまずい。あ、友達になりたいだけと伝えた。誰かを思い出したようだ。そうそうだよ、そうなの。あ、少しは待って、よかった。どうやってそういうことすんだよ。あ、変わった、攻撃が。あ、いけ、狭っ。おーおー、仲間のことを思い拳を地面に叩きつけた。うん、また攻撃を待った。にしか回復して少な。これってドッキリ？なになに？そう、友達になりたいだけなんだよ。頼む、逃げると思うな。逃げてなんかないよ、ちゃんと正面から立ち向かってるじゃないか。怒った魚の匂い。なんだ怒った魚って。あー危ね、気が強い。まだいけるかな、ちょっと、いける。逃げるじゃん。おや？逃げるの？あれ？これ逃げまーす。さよなら。バイバーイ。あー追ってくれた。バイバーイ。あーあー怖いよ。逃げるよー。バイバーイ。お、電話だ。もしもし、今何やってんの？え、逃げてる逃げてる。ねえねえ、今度貴様と俺様とアンダインの3人で遊ぼうよ。ちょっと今それどころじゃないんだけど、これアンダイン一緒に遊べる雰囲気でもないしさ、貴様とアンダインは気が合うと思ったら全然合ってないよ。暇な時にアンダインの家に来てね。ちょっと待って、それどころじゃないんですけど。あー、うん、サンズ助けて、サンズ起きて。サンズ起きてよ。あああれ、あ、ウォーターサーバーだ。ん、鎧が熱い。え、大丈夫？でも諦めるわけには。ん、あ、大丈夫？干からめ、あ、ウォーターサーバー、ウォーターサーバー、水かけろ水を。
あ、はい。水をかけろ。ほら、水で、はい。ほら。大丈夫？どう？いける？お？復活した。どう？おいしい？ん？あれ？ちょっとお水飲みたい。お水飲みたい。えいし、飲めない。あ、戻っちゃった。あ、サンズいなくなってる。サンズ？ん？アンダインどこ行った？アンダイン。どこ？あ、セーブできる。セーブしよう。ん？風の鳴き声穏やかになった。決意がみなぎった。よし。いや、長い戦いだったな。そう、逃げるなって赤字で書いてあったから、これ逃げる選んだらどうなるんだろうって思ったら、ああなりましたね。なんかいる！箱だ。おそらく、押すためのもんだろう。箱を押すの？どこに？落としていいの？え？押すため、どこにも押せないが。ちょっと、待って、なんかいるの？こんにちは。かあ、近頃の若いモンスター、パズルの何たるかは分かっとらん。最近のパズルと来たらレーザーだの、動く岩だの。まったくけしからん。アクションかぶれしよって、タイミングさえあれば頭を使わんでも解けてしまうわい。わしが認めるパズルというのはな、頭をうんとひねらんと解けん、骨のあるやつじゃ。いいかね、あんた。あんたは若い。あんたならまだ間に合うぞい。何か？はっはっは。俺、その岩を押すパズルを解いてみろ。はぁ？何をやっとる、バッカモン。そんな押し方があるか。かぁ、もういい。これだから若い連中は話にならん。何そ、なんなん、えぇ？でも、どっから押してもかーって言うじゃん。もういいよ、こっちこそいいよ。じゃあね。それよりアンダインどこ行ったのよ。おう。すごい戻らないとダメかな。多分だけどさ、なんか、魚のお家あったでしょ。どこだっけ？どっかに魚のお家が、そこがアンダインの家じゃないかしらと思うのです。だから魚のお家にちょっと向かいたいと思います。あ、いた。おー、パピルス。アンダインに3人で遊ぼうって言ったら変なこと言われた。人殺しとは遊ばないっておかしいな。俺様は誰も殺してない。それで、ね、パピレスのことじゃないよ。冥国で残忍なスケルトンだってことは認めるけど。そうそう、他にも変なこと言ってたよ。悪党と戦うとか。でもアンダインはなぜかすごく弱ってて、玄関から出た途端倒れちゃったんだ。助けが必要かも。だから一応ここで待機しとくね。あまり出しゃばって世話を焼くと怒られちゃうから。そんなわけだから遊ぶのはまた今度ね。え、中入りたいんだけど、ダメなの？あ、悪いんだけど、三人で遊ぶのはやっぱり無理みたい。本当に本当に残念だけど、俺様抜きで遊んでてね。中入れないのじゃ、出てきてくれないと二人でもそもそも遊べないんだけど、ダメ？ダメか。じゃあ、仕方ないな。せっかく戻ってきたのに。はぁ、疲れた。